かやっぱここ弾ける。いや、あら、どうしたらいいんだ。いつもありがとうございます。模型のロマンを探索する模型所探索です。今回はウルトラフォーク1号の7号の全国販売と試験販売の違いを紹介します。この動画は大人向けの模型作りです。14歳以上を対象に設計されています。おもちゃではありませんのでご注意ください。これまでのウルトラフォーク1号の組み立て動画は再生リストからご覧になれますのでよろしくお願いします。探索のチャンネルではデアゴスティーニさんやアシェットさんの、あ、なんかこれちゃんとセロテープがついてるじゃん。試験販売の時にはこんなに頑丈になっていませんでしたが、なんか細かいのが多くてかな。わ、3箇所も止めてある。デアゴスティーニさんやアシェットさんのパートワークものを中心に作っています。チャンネル登録、いいね、評価、いつもありがとうございます。シールが入ってますね。2枚目になります。おそらく試験販売のとは全く一緒だと思います。わざわざね、変えらんでしょ。これは一応比較します。それでは早速作っていきます。頑張っていきまーしょい。まずはこちらが全国販売で、こちらが試験販売になります。ちょっと気づいてなかったんですけど、フォントが変わってました。こっちの方がなんかいいですね。そしてロゴが変わっています。あとは写真も一緒だし、マガジンも同じです。マガジンなんですけど、地球防衛軍の発足ということで、前回地球防衛軍はどうやってできたかっていうことで、世界とか宇宙とかの、あ、宇宙は関係ない、世界との関わりを絡めながら説明したんですけど、今回もデアゴさんオリジナルのストーリーとなっています。違いなんですけど、写真というかこの絵は全く変わりなくて、こちらの書いてある中身についてなんですけど、極東基地の設置場所、じゃあもう日本は極東基地を作りましょうっていうことで決定しました。じゃあどこにしようかっていうことで、あの広い広大な敷地がいるなと思ったんですけど、さすがに北海道では首都圏で何か起こった時に遅れが出るなということで、富士山の近くになりました。未開拓の土地です。ここだったら首都圏とそんなに離れてないなっていうのと、山々や樹海があって天然のカモフラージュになりますということで、そこに極東基地を置くことにしました。ただすんごい電力がいるんですけど、それをあの民間の施設に委託、外部委託しようと思ったら、そっちの民間の施設に攻撃されるっていうことも考えられるので、もう基地の中だけで自給自足をしましょうということになって、膨大なインフラを整えました。そこでですね、この辺が違うんですけど、試験販売の時には発電には融合炉を持つ電力室が設けられた。そのため万が一の際、地上への被害が最小限に抑えられるように、電力炉は数百メートル地下に設置されましたって書いてあるんですけど、ここではですね、発電には核の融合炉を持つ電力室が設けられて、ここに電力炉はになってるんですけど、電力炉は数百メートル地下に設置されたって書いてあるんですけど、ここでは電力室は数百メートル地下に設置されましたというふうに変わっています。上空からの敵に基地の所在や規模が察知されないようにしました。じゃあ作ったんですけど、結構大規模なんですけど、ほぼ地下の中で、地下18階まで作られていて、直径は500から600メートルぐらいです。で、ほぼあの地下で完結できるようになっていて、一番下の地下18階には動力室並びに第二動力室が設置されているそうです。その見えるところには輸送機とか通常の航空機のための滑走路の発着がちょっとあるよっていうことで、本当にそれ以外はもう山にしか見えないというふうに作られました。
で、ウルトラホークの発信口近くには湖があって水源として活用されていました。そこに勤めている防衛軍隊員は300人です。ほぼオートマ化しているので必要最低限の人数で稼働しています。でも、実際の隊員の数は600人以上いて、まあみんなで交代でやってますよ。そして軍施設一般来客用に高原ホテルも高台にあったらしいです。ということで、まあ内容は全然変わってないんですけど、ちょっと漢字がひらがなだったり、ひらがなが漢字になっていました。旧防衛軍の発足は To be continued 続きます。で、これが双子山基地の中の様子なんですけど、この辺はね、写真も説明文も全然一緒でした。で、インサイドストーリーということで、撮影用のセットは東方美術センター、東方ビルトのスタジオ内でされていました。大きいプールが作られて、それを湖に見立てて、で、ウルトラホーク1号が飛び立つシーンが撮影されました。ウルトラホーク2号の発信はドーム状のものが用意されちゃってされてたんですけど、それは使わずに1号と同じ発信となりました。だそうです。もともと何かこんな2号の発信の時に使うものはなんか別で用意してたらしいです。でも結局これは最終的に戦えマイティジャックの最終回で使われたそうです。はい、次のページはステーションホークについて書かれていました。1号機と2号機があって、微妙に形が、まあ微妙じゃない、結構形が違うんですけど、1号と2号があって、それの説明があったんですけど、このステーションホーク1号っていうのはもともとウルトラホーク3号の案の一つとしてデザインされていて、成田徹さんが美術総監督を務めています。こっちの試験販売の時には約60センチのモデルって書いてあるんですけど、こっちは、全国販売の方は約60センチメートルっていうメートルがつきました。どっちでもいいですけどね。でステーションホーク2号についてはなんかこの辺がステルス戦闘機 F-22 を彷彿とさせる六角形の変形デルタ翼、極めて SF 的で攻撃的なデザインになりましたということです。それでは組み立てに入っていきます。7号はアルファ号コックピットの外装とアルファ号水平安定板となっていて、写真は全然変わってないので撮り直しはしてなさそうです。パーツも全く同じ数で同じものが届いていて、全く変わりなかったです。組み立て方なんですけど、写真もこの文字も全く一緒で、全然違いはありませんでしたが、最後に一箇所だけ違うとこがあったので、そこだけ紹介します。なので、詳しいこの辺の組み立て動画は試験販売の時に組み立ててますので、そちらの動画を概要欄に貼っていますので、もし詳しい組み立てが見たい方はそちらをご覧ください。それではちゃちゃーと組み立てたいと思います。出てくる。接着したい。飛び出すなこれ。なんだこりゃ。こうして、はい、
これで完成です。今後はこれで完成です。なんか弾けるな。全然ダメだな。あ、こっちが取れるからこっちも取れるんか。なんか弾ける。なんかやっぱここ弾ける。いよ、あら、どうしたらいいんだ。接着したい。ちょっとこれで光らせてみたいと思います。あれ、大丈夫かな。外れちゃってる。お、入った。出てきそう。はい、これでこれをつけて、これで完成です。あれ、ちょっとまだここがないので乗りません。ギリギリ。それでは、これは試験販売と全く一緒でした。水平安定板を作ります。こちらが試験販売のもので、こっちが全国販売なんですけど、作り方は一緒で、これにこれを乗せて完成なんですが、試験販売の時はこっちに接着しませんって書いてあったんですけど、ここでは接着しませんの文字が消えていて、で文言のとこにもここに接着しませんって書いてあるのに、ここでは消えているので、案外接着してもいいよっていうことなのかなと思ったりして、どうなんでしょうか。まあ一応接着しない方向で。あ、これで合いますね。接着するか迷いますけど、一応マステでいきます。マステだらけだな。ここの隙間はいいのでしょうか。はい、これで完成です。ちょっとここが不安ではありますが、でこの隙間、あ、直ったかな。なんか隙間あるな。あ、また弾けた。ね、これは前のやつを外して、これは綺麗に入ってるんで前のやつ外して使うかもしれません。実はポインターは前回で完成だったんですけど、これをつける段階で試験販売の本と全国販売の本が入れ替わっちゃって、これをつけないっていう文を見てしまっていたので、これをつけずに終わっていました。で、このライトなんですけど、こことこことこことここにつけるもので、すでに試験販売の分はここがなくなっています。で、絶対ね、当たったら、まあ、ここはあまり当たることないと思うんですけど、ここはなんか当たったりするとなくしそうなので、100号の完成まで、110号かな。これは、取っとこうと思います。で、完成の時にポチ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 ってつけて
完成、まあ、これごとなくしちゃったらあれですけど、これは完成まで袋に入れて取っておこうと思います。やめた方がいいかな、なくすかな。もしつけたとしてもここに予備があるんでいけるかな。それからこのドアは本当にこのマステがなかったらすぐ取れちゃうんですけど、こんなものでしょうか。接着しないっていう指示だったんですが、接着しなかったらポロポロ取れちゃうんですけど、皆さんはどうされましたでしょうか。ということでポインターは未完成です。それから今回このシールが入っていましたが、やはり全く同じもののようです。2枚になった。これで7号の試験販売と全国販売の違いについて以上です。ここがすっごい、どうしよう。では次回の8号ですが、試験販売は8号までだったので、試験販売と全国販売の違いについては次回が最終回となります。9号からは普通に組み立てていきます。お楽しみに。9号からは普通に組み立てていきます。それでは8号はアルファ号機体下部の組み立てとアルファ号コックピット外装中央の組み立て、ここですね。はい、お楽しみに。最後まで見ていただきましてありがとうございました。ウルトラホーク1号の組み立て動画は再生リストからご覧になれますのでよろしくお願いします。サブチャンネルではウルトラセブンの解説感想もお話ししています。ぜひチェックしてみてください。それではまた次の動画でお会いしましょう。タンサックでした。だんだーん、また見てね。ゆっくりマリサだぜ。ゆっくり霊夢です。今回もタンサックの動画を見てくれてありがとうだぜ。このチャンネルではデアゴスティーニやアシェットの週刊シリーズガンプラなど模型作りを紹介してるんだよね。そうだぜ、週に2回 YouTube ライブも配信してるので遊びに来てほしいぜ。よかったら励みになるのでチャンネル登録よろしくお願いします。そして登録がお済みのあなたは高評価ボタンのポチをよろしく頼むぜ。それではまたねー。